あ、オッケーオッケー、お願いします。チャロクラゲー系でーす。本日はですね、ゴールデンウィーク最終日ということで、友達と今日は遊ぶ一日を撮っていきたいと思います。まあ、僕は佐渡島っていう島出身なんですけど、まあ、彼はね、千葉という、まあ、大都会出身ということで、今日は千葉を教えてもらおうかなと思います。今日フリマがやってるらしいんで、人生初のフリマに行きたいと思います。混んでるか、行ったことないっしょ。そうだな、戻ったこっち。お前ちょっとバカなこと言ってんな。こっちじゃなかったってこと？こう行くってこと？いや、なんかね、絶対こう行けたんだけど、これがポートタワーです。屋台ある？あるかも。普通になんか楽しそうじゃない？普通に楽しそうよね。どこでやってんの？行けたとこなの？まあ、間違っちゃう。なんけね。外から登っちゃうね。そうだよね。外だぞ。ちょっと聞いてみて。ありがとうございます。わかった？うん、わかった。左行って、左右に行った。オッケーオッケー。なんか喋ろうぜ。いいよ。いい天気。佐渡どっちが空気おいしい？佐渡とどっちが空気おいしい？どっちおいしい？千葉じゃね。普通に痛くなるそれ。ロボットタワーだ。ちょっと撮って。ポートタワーでこんなノリノリのやついない。こんな棒持って一番楽しんでる。え？海？東京湾？東京湾なのこれ。うん、めちゃめちゃ久しぶりに海見た気がする。海っていいな。島にもさ、祭りがあるのね。アースセレブレーションっていう祭りがあって、それはなんか今言われてみればフリマだわ。あ、こういう感じ。なんかそう、古道っていう太鼓の人たちがいいんだけど、その人たちが披露するの、それを太鼓で、まあ、フリマも出てるみたいな、そういう祭りがある。ちょっとそういう感じだ。何が始まる？えぐいよ。普通に海外とかからね、来る。ガチ？そう。それ多分乗っ取りに来てるよ、島。え？島乗っ取りに来てる。これ買うか。これ買うか。かっこいい？かっこいい？かっこいいよね。ディズニー来たみたい。行こうか。うん。大丈夫かこれ。あ、お願いします。はい、よろしくお願いします。あ、お願いします。はい、よろしくお願いします。そしたら生年月日を教えてもらっていいですか？2002年です。2002年1月11日です。あ、運命の人。性格で言うと、本当は自分でグイグイ引っ張っていきたいと。あんま人に言うの好きじゃない、はい。もし自分の気持ちとか、はい、体力が弱ってるなと思ったら、午前中に行動した方がいいかな。まあ、今後ポイント、ここがつながれば、これがずっとつながっていくから。水と火って相言えないけれど、はい、水がないと人間すぐ死んじゃうし、はい、火がないと寒くなって死んじゃうしっていうので、はい、やっぱつなげないとダメなんだ。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい。頑張りすぎず頑張ってください。わかりました。頑張る癖があるから。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、よかったね。よかった。うん。ディズニー。フリマ結構楽しんだんで、これからイオンのね、マックに行きたいと思います。マックで友達がバイトしてるらしいんで、それに会いに行きたいと思います。あ、そういうこと？そう。
これ来たら叩く、うん、あーってね、うん、店内でチーズバーガーのセットです。バーガーのセットです。ハッピーセットで楽しかったです。ファミリーセットな、ハッピーセット、ハッピーセット、いいです。間違い探しの間違い、ハッピーセット聞こえなくて俺ファミリーセットだと思って、コーラもあるかも。 S なの？ Z と86は当たりなんで、これ、うん、間違い探しの間違い。何食べるの？普段普通のメニューのエビフィレオかな。レッツゴー。ディスクか。やばいやばいやばい。あ、いやこっちじゃない。え、こっち違う？こっち右行っちゃう。おお、やばい。バックできない、バックできない。春の木漏れ日の中で。うわ、終わった。やらかしたじゃん普通に。来た来た。ここにしようぜ。前がずっぽし。オッケー。帰ってきた、危ねえ。それではですね、今からコストコに行くことになりました。僕たちは2人とも会員ではないんですけど、会員カードを作ろうと思います。1年以内だったら好きな時に大会できて、で料金も戻ってくるみたいなんで、とりあえず1回作ってみようかなと思います。ではコストコに向かいます。はい、ということでコストコに着きました。はい、会員登録してきました。どうすかこれ、これどうすか。ホットドッグ、じゃあジュースセブンアップで。え、ジュースセブンアップ。何セブンアップって。じゃあ今からホットドッグ買ってきます。Vlog 感ある。この画角あれじゃない、あの知ってるキャンプなんだっけ。これ何分かかるの。10分弱。あ、そんな近いんだ。傘きつい。撮っていい。うん、別にいいんじゃない。犬みたいに顔出して踊ったら可愛いけど、うん、窓から顔出してたら可愛いけど。何が犬これね。一回一回やだよ。これ飛んでくんや、さすがに。首だって顎ひもしてる。これもう噛まないとやばいよ。もうめっちゃボロボロになってるよ。もうほら、なんかうわ、すげえ。でそれ一回川に流そうとしてたもん。めちゃめちゃ似合ってるよ。色が合ってんのよ。海行くの。海行こう。え、今日ご飯何買ってくれんの。いや、ケーキじゃないよ今日は。え、確かに。あ、料理はね、さすがに怖すぎるぞこれ。飛ばすぜビービー。こうやってやるんだよお前ら。こうやって。うおー、うわぁ、うわぁ。間違い探しの間違い。ちょ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 。間違い探しの間違い。うつ伏せで行きたい。危ないから。いい景色が見れました。じゃあ、もうね、あの夜なので帰りたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回も見てくれたら嬉しいです。バイバーイ。